もう独特のスライダーといいますか強いスライダーだったんですよね、まあ、今はねスタイルを変えていろいろボールを動かしながらですね、当然持ってるピッチャーだと思いますから、はい、まあ、チームの期待も大きいんじゃないでしょうかね。低めのボール、これまたライトです。これで2アウト。これ連日の取材が続いています。外のボール、本当にデビューしたての頃なんか清水さん、ありましたからね、あとは外国人選手に手どこに立って、まあ、そのスライダー初めて見た時というのは、まあ、衝撃受けた記憶がありますね。そうですか。右方向へ横飛び、横をされた外崎浩司。松坂登板で先頭にフォアボールを与えます。西見さん、あ、